いてのリークに行きましょう。続いてのリークはこちら。5ヶ月の奇跡。はい、おめでたいニュースでございます。なんとですね、カエラちゃん、まあ、マインクラフトでね、神とゴッドと呼ばれているカエラちゃんなんですけれども、マインクラフト内で5ヶ月の年月をかけてネザライトビーコンを完成させたというニュースが飛び込んでまいりました。すげー。どういうこと？しかもですね、このビーコンというやつ、この後ろにあるピラミッドの段が多ければ多いほど効果を得られる時間とかが増えるみたいなんですけれども、4段の、なんか最大効果を得られる4段のネザライトビーコンを、はい、作成しているらしいです。しかもですね、こよりもそんなに詳しくなくて、ビーコンに関して。難しかったので、ちょっと調べてみたんですよ。そこはですね、サスカエラ、すべてネザライトで作っているという。さすがの神も、大変だったんじゃないのかと思いまして、ちょっとね、でも神だったら、いや、全然、大丈夫ですよ、みたいな風になるかもしれないと思いながらですね、カエラちゃんに、いや、大変だったでしょうと、何が大変だったという風にね、聞いてまいりました。そちらの、お返事がこちらでございます。英語なんですけれどもね、まず、ヘロー、こより先輩、ありがとう。カエラ、ゴッドじゃないと、まずゴッドのところを否定されながら、こちらに訳したものを読ませてもらうと思います。ネザーナイトを集める時間を限定しました。4月26日から9月16日まで、ストリーミングでは125時間、オフラインで何時間も削りました。ホロライブメンバーということは、オンラインとオフラインのイベントでみんな忙しいということなので、一番大変だったのは、ネザーライトを集めることではなく、時間管理でした。それ以外の課題は、TNT をすべて準備することでもある。ゼンロスも何回かもらったので諦めようかと思ったけど、最後まで応援してくれた人たちのおかげで、やっと最後までやり遂げることができたよ。とても長い旅だったけど、僕にとってはとても思い出深いものになりましたということですね。自分はとてもハッピー幸せです、イエーイというというね、すごくテンションの高い可愛いお返事をいただくことができました。こちら、この画像がね、何を示しているのかわからないんですけれども、これはあれですか、 TNT を4万7000個作ったよっていう意味で合ってますか？ただね、ネザナイトっていうやつは、どこだっけ？エンドだか、ネザーだわ、ネザーだもん。ネザーの、なんか下の方を掘らないといけなくって、で、そこ掘るのが結構大変なんで、TNT で爆破すると、ネザナイトは TNT で壊れないかな、取れる。という風になってて、結構その TNT 爆破で集めるのがね、定石みたいな風になっているんですが、それで集めるために4万7000個作ったみたい。まずかけらを集めてネザライトにしなきゃいけなくて、で、そのネザライトを9個集めてこのブロックにしなきゃいけないので、なんか単純計算すると、5904個。のネザライトのかけらがいるらしい。はぁ、あ。はぁ、あ。ひえぇ。待って。言葉送ってないわ。カエラちゃん、マジで本当にすごい！神だということを認めてください！あっぱれー！わお！